はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、もうわかるでしょう栃木真岡市のジラフさんに来ております。まあおそらくですね、今回の動画公開される頃には情報もね出てるか、もしくは放送もしてるかと思いますので、お話ししますけれども、テレ東さんで行っている大食い王という大食いのね大会の番組がございまして、今年はですねそちらに参加をさせていただきました。でそのためにですね、ちょっとダイエットというか体の調整のためにしばらくですねラーメンの禁止でお酒の禁止をしておりました。で無事ですね、大会が終わりまして、僕にとってのこの一番のご褒美でございますね。もうご褒美というか、僕のもう原点でございます、こちらのジラフさんで我慢した分、大好きなねラーメンで僕のこの気持ちを発散させてもらおうかと思いまして、通常のですねラーメンと辛味噌ラーメン、こちらを並盛りの 300g 計茹で前で 600g ずつ、いただいていこうと思います。普段と違ってですね、とんでもなくでかいもので大食いとかってわけではないんですけれども、もうシンプルにですね、僕の今日はご褒美会ということで楽しませていただきたいと思います。ありがとうございます。いただきます。うわ、はい、ということでですね、ただいま1杯目の、こちらですねラーメンとメンマとかば焼きと、トッピングもいただきました。ごめんなさい、ちょっと動画ということを忘れるぐらいですね、楽しみですので早速ですね出来たていただきます。もうスープ飲ませてください。我慢してた調整期間っていうのが、まあ、約2ヶ月近くですよ、完全に我慢しました。我慢してよかったちょっとねこの麺をねみんなにも見てほしいわ。こちらですよ。たまんねえな。うまいんだろう。ちょっと本当にね、あの2ヶ月我慢して食ったっていう、もうこのためだけに頑張ったみたいなもんですわ。この豚見てたまんないでしょ。そしたらちょっとですね、こちらの、まあ、卵ですね、かば焼きという商品なんですけど、これとね麺いっちゃいたいと思います。これを、まあ、こうするわけですよ。でこれは本当にやばいです。ちょっとこれいただきますね。ジラフさんのラーメンっていうのは比較的にねこういった系統の中でもかなりね甘みが強いんですよ。でそこにね山椒の効いた漬け卵をつけるとまろやかになるんだけど、ちょっとその香りとかねピリッとした風味がねもうアクセントに本当にうまいんで、これはね絶対に食うべき。この後2杯目いただきますんで、これからこのラーメンに関しては喋らずに食います。楽しませてください。
ということで本日ですね、2杯目、もう2杯目で最後ですね。まあ美味しい時間、幸せな時間はあっという間ということで、2杯目にいただきますのがこちらですね、辛味噌ラーメンでございます。僕の動画ではですね、ラーメンもこの味噌の方もですね、何度も動画で取り上げておりますが、毎回ですね、こちらのジラフさんは研究に研究を重ねて常にねブラッシュアップしておりますので、今のこの味噌ラーメン楽しみですが、早速ねいただきます。うまっ。以前のねこの味噌ラーメンに関してはいろいろピーナッツ系とかが入ったりとかして、どっちかっていうとね担々麺っぽいイメージだったんですよ。でも今回のに関してはこの辛味とスパイスの風味っていうのかな、なんかそういったものをすごくしっかり感じるスープになってて、本当にねカレーと言われたらカレーかもしれないと思うようなスパイス感、もうねわからないです、何が起きてるのかこのラーメンに。めっちゃうまい。うわーこれを、ちょっといただきます。ここでですね、この辛いメンマですね、この辛い味噌には絶対合うと思いますんで、ピリ辛メンマをこれ贅沢に、久々にこれだけでもいっちゃおう。これ食うとめちゃくちゃビール飲みたくなるんですよね。おー、ラー油とメンマとこれ全て和えた形でいただきます。完全体だね。ね、このラーメンは結構辛めなんで、それはそれでまたこの生卵絶対合うと思うんですよ。あうまい。もう今日の食レポとかはあとテロップでいいね。今日の撮影時間は30分にも満たしてない。あのね、幸せな時間は早いね。うん、いやもう
本当に今日の動画はね、いつもみたく編集をうまくしてより美味しく見せようとかじゃなくて、もうね、食べてるシーンはほぼフル尺使って、もうこのままの感想をこの動画では伝えたいと思います。うますぎる。じゃあ最後です。ということでですね、本日はごめんなさい、もう完全に今回の動画は尻しおくの動画でございます。自分へのご褒美ということで、大好きなですねジラフさんで動画っぽく撮るとか、もう編集をどうするとか何も考えずにですね、シンプルに僕のこの大好きなラーメンを久しぶりに楽しませていただきました。ジラフさんとのねお付き合いはもう本当に僕が大会に出た直後ぐらいからね、撮影でおかげさせていただいて、もうそこから多分5年6年ぐらい講師ともにですねお付き合いさせていただいているお店さん店員さんでございますが、あくまでね好みとして、僕個人的にはこのラーメンというものの中で一番好きなお店だと、言い続けておりますが、改めてですね、こう我慢した後に、こうやっていただくと、こんだけお店回ってるけど一番の好みはここなんだなと、こう数年ぶりにね再確認させていただきました。好きすぎるあまりなんで、今回の動画に関してはね、正直僕自身もそんなにテロップをどんどん入れたりとかカット割りいっぱい使ってね楽しい動画にしようってよりかは、もうシンプルに我慢したからこそこの求めた味っていうね喜びが出たこの表情を伝えられたねこの動画をそのまんま届けたいと思いますので、いつもの動画とは違ってですね、ちょっと間延びしてしまったりとかカット割りが甘い部分もあるかとは思いますけれども、本日の動画はそういった動画ということでですね、2回でも3回でもこの動画を見てもらって食べたいと思ってくださった、視聴者様はですね、ぜひこのジラフさんで美味しいラーメン食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がね良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録やコメント高評価、そしてこちらの来店もよろしくお願いします。で最近ではですねサブチャンネルの方も活動を行っておりますので、そちらは概要欄からチェックして飛んでみてください。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあね、お疲れ様です。ということで本日もご視聴ありがとうございました。いやーうまかった、本当にうまかった。まあですね、僕はジラフさんとね、まあ、店員さんね、こう講師ともにですねお世話になっておりまして、まあ本当にそんな方からのねこう一番美味しいと思ってるラーメン、このタイミングでいただけることがね幸せだし、やっぱりね最後改めて僕の中でのこうターニングポイントというかね原点といいますか、大事なお店だなと思いましたね。ぜひ本当に気になってる方はね、一回ジラフさんでこのラーメン食べてみてください。もちろんですね、麺少なめとかも対応いただけますので、あんまり食べきれないかもみたいな、自信ないなって方でも、もうどん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 僕はおすすめしていきたいお店ですので、まだ行ってないよっていう方はですね、絶対にこのジラフさんで美味しいラーメン食べてください。で本日の米編コーナーなんですけれども、前回チャーシューエッグの旅という新しいシリーズの動画を公開させていただきまして、そちらのコメント欄にですね皆様からたくさんのこのチャーシューエッグここにあるよというお店ご紹介いただきました。重複してるねお店さんもあるので、今回はコメントを1件ずつ出すのではなくて、いただいたお店のチャーシューエッグを画像とともにですね皆様と見ながら、ここ行きたいななんていうお話ができればと思います。で、今回ですねこのコメント返信コーナーの方で紹介する店舗が3店舗、うち2店舗はもともとそこは提供しているのは知ってまして、行きたいなと思っていたお店で、1店舗は知らなくて、これちょっと行ってみたいなと思ったお店がありましたので、そちらの3店舗を紹介させていただきたいと思います。まずは1店舗目、まずは安沢屋さんという練馬区にあるラーメン屋さんなんですけれども、まあ、基本的なメニューはラーメンで、チャーシューエッグがランチタイムに5食限定かなで確か毎日出してるみたいでして、 YouTuber さんとかはもちろんですね、テレビの方でも取材がされたりとか、結構最近では話題のお店さんでございます。僕もですねもちろん Twitter 等を拝見していて知っていたんですけれども、
ここのチャーシューエッグ美味しそうだよね。キングチャーシュー、とんでもない分厚さで、とろとろそうな見た目、これはね美味しくないわけがないんだけれども、やっぱり撮影でねお伺いするってなると、オープンの時間って結構混むんでね、迷惑になっちゃうじゃないですか。で、僕基本的にはですね、営業終わりとかに行かせていただくことのが多いんですよ、お客様が減ってからね。で、その時間になってくると、まあ5食だからね、絶対なくなるなーっていうところで、ちょっとねハードルが高いのかなと思っております。ただどうしてもね、このチャーシューは絶対に人生で一度はありつきたいと思ってますので、このエッグの旅、チャーシューエッグの旅でね、行ければいいなと思っております。続いて2店舗目、2店舗目がとんかつ八千代さんという、もともとね築地にあって豊洲に移転したという、本当に言わずと知れたチャーシューエッグ定食の名店ですね。やっぱりね、ここはうまそうなんですよね。曜日限定で販売してるらしいんですけれども、ここをね狙って今もなおこう行列ができると、それぐらいですねこのメニューが人気のお店なので、やっぱずっと僕も気になっておりました。もともとね妻もここのチャーシューエッグ食べてみたいなんて話もしてたので、知ってる方も多いかと思うんですけれども、まあ、僕自身はですねまだ食べたことがないので、ぜひですね動画とか OK であれば行ってみたいなと思っております。もちろんねチャーシューエッグ以外にもいろんな定食を提供しているので、そういったメニューも合わせてね紹介したいなと思います。そしたら本日最後の3店舗目、最後はこちら上野にございます森の茶屋さんということでして、ここはね僕知らなかったんですよ。見るとメニュー名はねチャーシューって書いてあるらしいんですが、まあいわゆるチャーシューエッグのような形でね提供されるみたいでして、もともとね僕足立区っていうところに住んでて、上野まではね電車で1本だったんでよく通ってたんですけど、こちらのお店知らなかったね。やっぱこう美味しそうはもちろんなんだけれども、まあこう馴染みのある地域だったから余計にねちょっと行ってみたいなと思いました。いや、このねチャーシューエッグの旅、やっぱり全国的に見てもそのチャーシューエッグってさ提供しているお店ってそんなに多くないと思うんだけれども、こうやって情報をねいただくと知らないお店とかたくさんありましたのでですね、ぜひ今後とも、まあ、前回ね上げた動画だったりとか、今後上げるチャーシューエッグの旅の、動画のねコメントの方でぜひぜひ、皆様のねお近くにあるおすすめのチャーシューエッグを提供するお店を、コメント欄でねご紹介いただければと思います。いやー、それにしてもねダイエット期間で本当に今も継続してるんですよ。で、普段の食生活はねかなり節制しながら生活をしてるんですけれども、撮影とかでねやっぱ食べ物をこう爆発させて、欲をね爆発させて食べれるこの人生って幸せだなと思います。本当に今後ともですねこういう人生を、まあ、人生をというか人生に花を添えられるねこの美味しい食事ってものをこの動画を通してね皆様と一緒にご紹介させていただいて楽しんでいければと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。